ヘルナンドは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の北西部、デソト軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。デソト軍は、北のテネシー州との宗教に接し、メンフィス大都市圏の中では2番目に、人口の多い軍である。2010年国勢調査でのヘルナンドの人口は14,090人だった。2000年の国勢調査時点の6,812人から10年間で2倍。 以上に増加した。アメリカ国道51号線と、週刊高速道路55号線の二つの自動車、専用道が市内を南北に貫き、週刊高速道路69号線が東西方向に走っている。ヘルナンドの歴史的中心街広場は、軍庁舎を取り巻いており、コマース通りと国道51号線の交差点にある。ヘルナンドは、スペインの探検家で、 ミシシッピ川を発見した、エルナンド・デ・ソトにちなんで名付けられた。デ・ソト軍の名称も同様である。ヘルナンドは、デ・ソト軍の中心に位置し、その北は、サウス・ヘイブン市である。週間高速道路55号線があるいは、国道51号線によって、北のメンフィス市まで25マイル、南のテート郡軍長所在地であるセナトビア市までは15マイルである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は25.8平方マイルであり、このうち陸地25.7平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.39%である。ヘルナンド市の地域は暑く湿気た夏と、外して温和、または、冷涼な冬が特徴である。テッペンの気候区分によれば温暖湿潤気候、略号では、 CF に分類される。ヘルナンド氏の公共教育は、テッソト群教育学区が管轄している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。